年取ったからって自分が落ち込んでいてもしょうがないじゃん、はいはい、自分の方から動くだよ、うん、方々歩いて、うん、それでいろんな人と話すると、うんね、例えば70が80、90になってもさ、はい、人間のこれでいいことないだよ、はい、必ず話をするといろんなことを聞くから、はい、あのいろいろいろんなことを覚えるだよね、はいはい、身につくだよ、はい、俺育児になったから、いろんなことを覚えることはねえやじゃないだよ、いろいろ人と話をすることによってね、初め自分がどんどん成長するだよ、成長関係ないでんだ。他の人は知らんけど、俺は草食でずっとね。あ、草食。草食。草食っていうのは何ですか？あの、大したものは食べないってことだよ。あ、呼吸品は食べんちこんだよ。あ、なるほど、うん、和食で食べてるんだよ、年中。山に住んでる動物と同じよ。あ、大したもの食べてないの。シンプルな和食を食べてらっしゃる。社長さんだから、社長さんだから、ちゃんと太ってるね。どの程度が粗食だか高級、ね、品だかわからん。うん、今での生活はみんな高級品だよ、昔から見ろ。見た面倒、うん、やっぱりね、偏るよりかいろいろ食べていい。その年間の四季に合ったものを食べてられていいの。あ、なるほど、ね、はい、冬の寒い時にね、こたつ入ってね、アイスクリーム買うことはよくないだ。うん、まあ、大学出て優秀なような人だよ、いろいろ知らんわ。知らんわ、大丈夫だよ。でも苦労はしたよ、かなり。いろいろ苦労はしたよ。やっぱりね、人間苦労したことある。東京行ってきた。88になるんだよ。88。勤労士だ。小学生が勤労士。兵隊さんがこの昔マッキャンってこう巻いて、昔の兵隊のこれ見たことある？ないです。ここそのくらいのこう、ま、ズボンのとこ巻いて。ああ、見たことありますね。テレビで。手取ってみよう。ね。はい。あの小学校の3年4年の子供があれを兵隊と同じようなことをして、はい。あの勤労士だよ。勤労士っていうんですか？勤労奉仕。はい、勤労奉仕。どう働くのを奉仕で。はいはい。はいはい、金じゃないだよ、はい、それはなぜかというと、あの男の人はみんな兵隊取られちゃって、はい、畑もまあね、その当時は養蚕、若い子買って税金立ってるし、米作ってる人もいた、そういう中で、まあ、子供が手伝いやったり、うん、ね、おいでそれが順々に食糧難になって、うん、初めて今度は食べ物がないじゃん、うん、学校の温度が、うん、あのガジで浮かして、うん、畑にしてさつまいもを作ったり、ね、あの学校の校門から昇降口まで道路を残して、はい、あと全部こうやってさつまいも、もう校庭を畑にしちゃって、その当時満州大豆はちっこい大豆だったね、はいはい、満州大豆を食料増産のために道の両端に巻く、はい、このくらいまで伸びるだよね、うん、ほら昔のことだから、雨が降らなきゃ道だ、うん、それで12級この子どもだって全部やった。へえ、まあもともと勉強嫌いだから勉強しなんで、はい、そんだから俺助かったよ、はい、笑ってる。大体先生が、はい、あれじゃあ兵隊に行っちゃってね、受け持ちの先生になるんだ。そうだよ。あ、先生がもう兵隊行っちゃって、6年生で、ね、いなくなっちゃって、先生が全部の兵隊に連れてかれちゃって、俺たちの時はね、毎月のように女の先生が、毎月先生が変わるだよ。先生が変わる。毎月先生変わっちゃうんですか？変わっちゃうの。あっち行ったらこっち行ったらって。そういう状況。まあそういう状況で、小学校6年がちょうど終戦の年。ね。ほいでそれ、終戦の20年の8月だから。ほいですぐ、マッカーサーをね、こうやら、はい。マッカーサーパイプのを加えて、マッカーサーが来て、それで日本へ自由主義社会を植え付けたわけだ。うんね、それでその時に日本の教育制度が6334っていう、ね、昔は小学校6年、あと中学は2年だったんだよ。うん、ところが、まあ、かつておって6334の新しい教育制度になって、小学校が6年、中学が3年。ね、うん、高校が3年、大学が4年と、うん、6334の教育制度出たわけだ。ね、ほいで俺たちが新生中学の第、中学3年の第1期なの、俺たち。あ、そうですか。今ね、山秀子、
広げろ、こう大きい本ね、新聞ね、あれをね、先生が1枚くれて、隣の人と俺と2人に1枚紙くれるんだよ、新聞紙みたいなって、そして先生に、本当に新聞紙の紙だ、先生に言われるままにこう畳んでいって、 A4 の大きさに畳んで、言われるままの型を閉じて、あと 3面をこう、ナイフで切って、ね、それでこうページをまくるとね、1ページ2ページまとめくると3ページ4ページ枕5、6ってね、それを見ると不思議だっただよ、でかい紙を、新聞紙の紙を、2人で1分、隣の人とその1つが一緒に見て、教科書、はあ、うちんとの空襲で、あとで防空壕って穴掘って、防空壕掘って、はい、先にでその穴の中に入っていった、でその飛行機が B29 って、はいはい、もう飛んでって、ほいで駅の方へ行って落とす、駅真っ赤かんなる、名古屋駅に、名古屋にいたんですか、うん、名古屋に小学校1年までかな、3歳の時行ってこっちにいたけど、はい、疎開で、うん、おじいさんのお父さんの都合で、あ、なるほど、名古屋の方行って、うん、で小学校1年まであそこに行って、うん、こうやって戦争の最中帰ってきた、あ、帰ってきたんですよ、こっちに、うん、私と小学校4年だった、あ、そうですか、大東洋戦争始まって、こうやって終わったのが、俺より上だからね、終わったのが中学2年、今中学っていう県高等俺小学校の国、尋常高等小学校って、うん、小学校6年の時に先生が兵隊に行っちゃって、おめに頼まれて川があると分けてよね、なんで寒いだっけ、風が吹くと